違いを思い出しつつ楽しみつつここまでうまく持ってこれたかなと思います。前回まで UA シリーズと戦っていて、はい、で昔日本で戦って久しぶりの日本の試合となりますが、はい、そこに関してはどうですか。日本で久しぶりにやるっていう、いや、やっぱりずっとやっぱ日本で戦ってきて3年間空白があるんで、その間にそういう川尻最近見ねえな、引退したんだなと思ってる人もいるだろうし、まあ去年の大晦日から今年にかけて第一で解説やらせてもらってたんで、あ、川尻って解説の人ねって第一を見て思ってる人もたくさんいると思うんで、そういう人に、あ、この人まだ選手だったんだみたいな、しかも強いじゃんみたいな思ってほしいし、せっかく3年ぶりに日本に戻ってきたんで、何か川尻達也って名前をいい意味で雷神っていうか日本の格闘技界に刻み込みたいなと思って。対策はクローン選手ということで、はい、もう対策などはしていて、そうですね、やっぱ特殊なファイターなんで、やっぱグレイシー史上僕だし、技に関してはちょっと突き抜けてるんで、今まで通りだとやっぱり MMA の戦績自体はまだ3戦目でキャリア浅いんですけど、ああいう人一芸が秀でてる人って、まあ、もちろんキャリアが浅いんで負ける可能性もあるけど、誰とやっても勝つ可能性があるっていう、こう両極端で怖い選手なんで、まあ、その辺しっかり、まあ、寝技の展開で一本取られないようにも練習してきましたし、まあ、何よりそこを避けてたら負けない練習だけしてたら意味がないんで、しっかり相手をぶっ倒す練習をしてきました。久しぶりにリングゲージからリングの、そこら辺は大丈夫ですか。まあ、正直ずっとリング広い、広いオクタゴン、広いケージ金網対策でいろいろやってきたんですけど、まあ、それと、まあ、試合時間の10分というのも含めていろいろ自分の中でマイナーチェンジというか、変えなきゃいけない部分があったんで、まあ、それはトレーナーと相談して、まあ、スパーリングの映像を撮ってそれを毎回トレーナーに見せて、お互いディスカッションして、もうちょっとこういうした方がいいんじゃないのとか、いろんな打ち合わせして、それをまあミットだったり打ち込みだったりに活かして、うまく折り合わせられたとは思ってます。まあ、どんな試合を見せてくれるかっていうのはちょっと意気込みでもないですけど、ね、そうですね、まあ2016年素晴らしい選手がたくさんいて、まあ、グレイシーっていう伝統のあるファイターと戦えて、まあ、今日僕はこう恩子自身として古きものから学びを得て、でそれを最先端の MMA としてリング上でクロンと、まあ、見てるファンのみんなに、見せつけたいなと思ってます。はい、ちょっと改めてになるかもしれないですけど、はい、川尻さんにとってグレイシーっていう一族というか、グレイシーっていう名前についてはどうですか。グレイシー、いや、もうある意味神話ですよね。神話の中の格闘技界の神話の中の一つみたいな感じで、やっぱ僕がもうプロレスファンだった時にグレイシーっていうのは初めて93年に知って、なんだこの人たちはって本当に驚いたし、なけなしのお年玉握りしめて本屋まで行ってグレイシーのビデオ1万円するやつ、グレイシーのビデオ買うか買わないか本当30分とか迷いながら買って、ドキドキして家に帰って見たりして、そういう存在なんで、まあ、そういう存在といよいよ触れ合えるっていうか、交わることができてものすごい楽しみですね。だし光栄だし、本当にリスペクトを持って、まあ、クローンをぶっ飛ばしたいなと思ってます。
主要の存在を練習をやるかも重ねて、その等身大でできるようなことができるようになって、いやどうですかね、まだヒクソン見たらちょっと神話フロレスファンに戻っちゃうかもしれないですけど、まあリンが上がったら、まあ神話から現実を知らしめてやろうかなと思ってます。現在の MMA を知らしめてやろうと思ってます。他に質問あったと。今回の入場曲はどう考えてますか。入場曲はいつも通りウォーターポーでリーダッシュの、まあ中井選手には負けるけど、公開計量はちょっと考えます。お楽しみしてください。引っ越し縛りはできないですけど、変態仮面ぐらいやったらやるかもしれない。最後写真撮影で。